ホリホリとはギリシャ発祥のファッションブランド。宝飾、腕時計、カバンなどを取り扱う。日本ではウィンハンダイヤモンドジャパン株式会社が展開している。1982年に宝飾ブランドとしてギリシャで生まれた。1994年より腕時計の取り扱いを開始。1995年には国外発の店舗を日本にオープンした。 1997年、アテネ証券取引所に上場。ブランドのテーマカラーは、オレンジ色。アフォーダブルでファッショナブルなラグジュアリーをコンセプトに、手の届く高級ブランドとしてエレガントかつラグジュアリーな、デザインとハイクオリティのプロダクトを提供することを目指している。毎年、春夏秋冬の2回、新作を発表している。ケティ・クーチョリューチョスが、 イメージディレクターとして1982年当時から参加している。宝飾品はギリシャのほか香港、タイ、イタリアなどで作られているほか時計など他の商品も日本をはじめ各国で製造されている。2018年5月、ギリシャのホリホリ本体がアメリカのヘッジファンドから粉飾決算の疑いがあると指摘された。 日本国内では2021年1月末までは株式会社ホリホリジャパン2021年2月1日以降はウィンハンダイヤモンドジャパン株式会社が全国に展開し輸入販売を行っている1985年4月11日エターナル株式会社設立1995年ホリホリの独占販売権を獲得 2000年、ギリシャのホリホリ本体からの資本参加を受け、ホリホリジャパン株式会社へ称号を変更。2006年2月期に、売上高約55億3100万円を計上。2008年1月、ギリシャの本社によって完全公会社化される。2021年2月1日、ウィンハンダイヤモンドジャパンへの業務継承。2021年2月19日、 東京地方裁判所へ破産を申請。同日付で破産手続き開始決定を受けた。2019年4月、設立2021年2月1日、ホリホリジャパンから業務を継承。ホリホリジャパンに関するカテゴリー。ありがとうございます。